5年ぶりのボディービル大会出場まであと2週間になったので、さすがに自分の体を見とかなきゃいけないだろうということでポーズ練習を始めました。霞ヶ丘店でやったんですね。夜中ですね。メンバーさんいない時やったんですけれども、霞ヶ丘店の方がポーズは取りやすいですね。だから大会とか出る人は霞ヶ丘店で練習する人が多いですけどもですね、久しぶり撮ったけどもなかなか疲れますよね、これね。ちょっとポージングパンツがなくなってたんですよね。だから買ったら5000円ぐらいだったですね。まあユニフォームとして安いかなっていう感じで、 JBBF のロゴ入りで、まあ割とこういい感じだと思いますよね。何色にしようかなと思ったけど、やっぱり黒が無難ですよね。やっぱりカラーリングで汚れる可能性があるからですね。そんなこと言ったからね、いろんな色を持っときたいですね。あの規定ポーズとフリーポーズで変える人なんかもいますけどね、それぐらいやっぱ入れ込まないとダメかなと思いますよね。まあ、ポーズ練習すごく必要なんですけども、まだやってないですからね、あと2週間になったんでちょっと頑張らないといけないですね。まあ、大会出たいって人もいるからですね、大会出るっていうのはただ単にこうバーベル持ち上げるだけじゃなくて、こういうポージング練習がすごく大事だからですね。足なんか完全抜けてるからですね、ちょっと足の意識なんかもしなきゃいけないですね。まあ、これ同じ日なんですけどもね、ちょっとしたあの角度によって見え方が違うんですよね。まあ見てる人は分かんないと思いますけどね、自分のことには興味があるから見るけどですね、まあ、いいとこを見せてこうあんまり悪いとこは隠すみたいな感じのポージングがいいんでしょうけどね。まあ表情ですね、体の表情が見えないとどうしようもないからですね、自分でチェックしてですね、どういう角度がいいかっていうことですね。ダブルバイセプスバックですね。で長ちょっとこうスタミナも必要ですからね、筋肉にずっとこうテンションをかけるっていうのはですね、ラットスプレッドですね。で止めなきゃいけないからですね、ちょっと動きすぎる場合はありますよね。サイドトライセプスってやつですね。まあ、ご存知の方もいるかと思いますけども、知らない方もいると思いますね。大会出るって言ってポーズを知らない人いるんですけどね、やっぱポーズは知っとかないとゲームにならないからですね。のボディービル競技とかフィジック競技だけだと思うんですよね。その大会を見たことなくて出たいっていうのがですね、さすがに野球の試合に出たい人は野球の試合見たことあると思うんですけどね、まあ、本当特殊ですね。ちょっと練習試合がないのがまた特殊なスポーツですねっていう感じで頑張っていきたいと思います。